はい、今日はですね、英検の二次試験が近いということでですね、2級の二次試験の、対策でちょっとお役立ちできそうなものについてお話をしていきたいと思います。すでにまあ動画の方が上がっているですね、ナンバー3とナンバー4に関しては、今日はちょっと置いておきますけども、まだ動画の方で多分説明をしていなかった、ナンバー1とナンバー2について、ちょっと直前対策ということで、アドバイスができればと思います。よろしくお願いします。まずですね、まあ、こちらの問題なんですけども、はい、これですね。これを使ってちょっと説明をしていきます。まずまあ、これは準2級でも3級でも同じですけども、まあ、音読をしていくんですが、その音読をしていくときにですね、まあ、音読の注意点とかについては、こちらの、動画で、説明はしているので、そちらでぜひ、確認をしてほしいんですけども、今日はその音読の仕方ではなくてですね、音読をするときに何に気をつけて読むのかと、まあ、つまりそれはその質問に答えるときに使う部分についてどういうふうに気をつけて読むのかというところのお話をしたいと思います。この問題なんですけども、まあ、本文ですね。Natural disasters such as storms and floods can cause serious damage. To stay safe, people need to get information about disasters. で、この後なんですよね。Now, the Japanese government offers such information. この such information っていうこの指示語使ってますよね。そのような情報っていう。この such information とか、まあ、例えば this information とか that information とか、なんかこう指示語があるものが出てきたら、これが何を指してるかを必ず考えてほしいんですよ。で、これは、such information というのは、その上に書いてある information about disasters と、災害に関する情報っていうものを指してますね。で、その後、それが such information を、指してますので、その後 in different languages and by doing so と、まあ、これは準2級の動画でも説明しましたけども、この by doing so があるってことは、まあ、ナンバーワンの質問は how で聞かれると、どのようにっていうふうに聞かれますね。その答え方なんですよね。で、じゃあ例えばこの1番ですね。How does the Japanese government try to improve the safety of foreign visitors to Japan? と聞かれるんですが、この問題については。これどういうふうに答えるかっていうと、まずこの by doing so が文中にある場合、文中にある場合は、その同じ文内の前の節の内容を by ing、ving ですね。同名詞ですね。by 何々 ing で答えるんですね。で、もしこの by doing so が文頭にあった場合は、その前の文の、動詞っていうものを by ving に変えていきます。で、今回はまあ文中なので、普通に前の文章を by doing にしていくと、まあ、動詞が offers で、目的語が such information なので、by offering such information in different languages になっちゃうんですけど、これだと減点されちゃいます。なんでかっていうと、such information って言っても何のことだかわからないからですね。要は指示語のままで答えちゃってるので、それでさっきの、説明をしたこの such information を言い換えてる部分、information about disasters っていうものを入れて読むってことなんです。つまり、by offering information about disasters in different languages というふうに読みます。はい、そしてですね、続いてナンバー2に行きますけども、まあ、絵を見て答える問題ですね。まあ、この絵を見て、そのストーリーテリング、その実際の絵の内容をまあ想像しながらストーリーとして、紙芝居で読んでいくというものなんですけども、これにも実はまあポイント、攻略法がありますのでご紹介したいと思います。これですね、大体まあ夫婦が出てきます。まあ、ほぼほぼ夫婦ですね。夫婦が出てくるんですけども、まあ、3コマですね、絵が3つあります。で、私がよく生徒さんに教えているのは、2文ずつ読みましょうと、はい、つまり夫婦がいるので、どちらか he とか she っていうものを主語にして1文ずつ答えていけば合計2文になるので、それかける3コマで6文というのが一番分かりやすいかなと思います。例えばじゃあこの絵を見てみましょう。必ず読み始めるときはこの太字になっている、部分から読んでいきます。One day, Mr. and Mrs. Okuda were talking in their living room. はい。で、この後ですね。これ旦那さんの方から話をしている。まあ、旦那さんが話をしているので、he で始めます。いちいちこれを Mr. Okuda とか言わなくても、もう1回目の文章、
始まりの文章がもう Mr. and Mrs. Okuda って言ってますので He だけで大丈夫です。で、これは実際のセリフを言ってますから He said to his wife、彼は彼の奥さんに言いました。これを He said to her って言ってもいいですけども、まあ、一応夫婦ってことが私分かってるよってことをアピールするために He said to his wife、 もし奥さんの方が話していた場合は She said to her husband、にっていう風に言い換えればいいと思います。で、あとはその後の文章を読むだけですね。 We should prepare food for a disaster と。で、この後なんですよ。これあの should を言ってますよね。すべきだと、私たちすべきですよねっていう意見、オピニオンを言ってます。あとは出てくるパターンとしてはなんか Let's 何々とか、あとは I'd love to 何々とか、意見というかはこれやろうよみたいな提案をする、パターンのどちらかなんですね。で、この後一文私はいつも足すように言ってます。何かというと、まあこれ奥さん、まあ、ニコッと、まあ、頬杖ついてなんかこう聞いてますけども、これも描写しちゃうんですよ。つまり何かっていうと、その、He said to his wife、We should prepare food for a disaster っていう風に言った後に She agreed with his opinion、まあ、ライティングでもよく言いましたけど、そのオピニオンですね。 Agreed with his opinion と、まあ、もちろん時制は過去形ですから She agreed with his opinion という風に言えばそれで一文稼げます。そしてですね、もしこれが should とかその意見じゃないやつ、 let's なんかしようとか I'd love to なんかしたいんだよ、これ したくないみたいな感じの、ものであればそれは提案になるので、She agreed with his suggestion、 彼の提案に賛成したというふうにオピニオンからサジェスションに変えるだけでいいと思います。はい、これちょっと裏技ですね。で、その後はそのつなぎ目になってる、場面が変わる、副詞を読みます。それはそのまま読みます。 Later at a supermarket、 はい、そして、その後ですね、まず彼が何をしているかを言います。 He tried to buy a lot of food and drinks、ね、たくさんのものを買おうとしてます、ね、まあ、詰めてるね、カゴに詰めてますけど、カゴに詰めるなんて難しいので、まあ買おうとしてるでいいと思います。Tried to buy a lot of food and drinks、食べ物や飲み物、食べ物とか飲み物をたくさん。で、メニーとか使うと、あれメニーだっけマッチだっけって悩んじゃうんで、両方使える a lot of を使います。で、その後彼女が、なんかカートで運んだ方が良くないみたいな、ことを言ってるので、これ提案ですよね。なんで、she suggested。で、何を提案したか。Using a shopping cart、 ショッピングカートを使うことを提案した。で、何のために To carry them、 その a lot of food and drinks をキャリーするためにと、はい、いうふうにこう提案していますと。提案って suggested って使いやすいので、結構この A 以外でも使える場面あります。で、注意するのは後ろに同名詞が来ます。 To 不定詞は来ないです。 She suggested、using a shopping cart to carry them。で、その後、on the way home。まず、これは二人で荷物持ってるんで、これは they を使いますね。they で持たなきゃいけなかったと。たくさん買いすぎちゃったんでね。they had to、had to ですね。they had to carry a lot of food and、a lot of food でいいと思いますね。食料ですね。a lot of food。で、手で、by hands。手で運ばなきゃいけなかった。They had to carry a lot of food by hands。 なんで彼女はタクシー使うことを提案したと、ね、So、she suggested、 また suggested ですね、taking a taxi to carry them と、また同じ構文ですね、それを運ぶために、タクシー乗ろうと提案したみたいな感じで終わればいいんじゃないでしょうかと。はい、形になります、はい、こういう形でですね、2人が出てきてますので、まあ、2分ずつかける3つみたいな感じで、まあ、ちょっと模範解答とは違いますけども、これで十分満点は取れると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それではバイバーイ。Today, I wanna be the light to reach where you're gonna be 11
You may feel like being alone, but I can be the one you lean on now. The world is yours.